カーンチャナブリー県は、タイ、中部の県の一つ。ターク県、ウタイターニー県、スパンブリー県、ナコンパトム県、ラーチャブリー県と接し、西部には、ミャンマーとの国境が広がる。空営屋江川と空営ノイ川を中心に県が展開している。県北部には、自然が大きく残り、数カ所に公式、非公式の国立公園が展開し、そのほとんどの領域が、 国立公園あるいは野生動物保護区となっている。特に、ドゥンヤイナレースワン野生生物保護区はユネスコの世界遺産に登録されている。また、ボープローイ軍近辺はスルーサファイアの産出地でもあり、県の主要な産物となっている。また、タイでチンミとされるヘッドコーンと呼ばれるキノコの採集地でもある。ケッペンの気候区分によると、サバナ気候に区分される。 11月後半から4月前半は寒気であり、12月から1月は朝晩を中心に摂氏20度以下になることもあり涼しい季節である。2月から4月は暑気であり、摂氏40度まで上がることもある。雨季は4月後半から11月前半であり、雨季の終わりである9から10月は降水量が多くなる。アユタや王朝時代、 ビルマ軍がタイに侵入してくる際はビルマ軍の通過点であった。空営側に架かる橋は映画、戦場に架ける橋で有名である。旧日本軍が多数の犠牲者を出し1年4ヶ月の工事期間で作らせた対面鉄道の一部は現在でも使われており、西用区軍の西用区の追いまで走っている。検証ミャンマーとの国境。 サンクラブリー郡にあるスリーパゴダパスにある3つの仏塔をデザインしている。県下はインドや香木、県木はネーンの木。カーンチャナブリー県は13の郡に分かれ、その下に98の町と887の村がある。ありがとうございます。